こんにちは。今日はアクアリウム東京に行ってきました。お迎えはしてないんですけど、ちょっと欲しい本とか、ね、用品があって、ね、無事買えたんで、ちょっとね紹介していこうと思います。てーちゃんも一緒に見ていこうぜ。それじゃあね、ちょっと今日買ってきたものを一個一個紹介したいと思います。でまず最初に、まあ、アクアリウムなんでね、アクアリウム関係のものをちょっと紹介したいと思います。で、まず1個目でジェックスの、これくじ引きがあって1回1000円で引けて、これ一番下の景品だったかな、苔抑制剤、これ入れとくと水槽に苔が生えにくいらしいです。使ったことないけど。で、これと、これバクテリア。これで汚れとか分解するやつですね。で、もう一個。これ全部セットでなってたんで。これでなんかいろいろカルビ抜きとか、いろいろやります。これ1000円、1回のくじ1000円で、これ3つ、ね、もらったんで、だいぶコスパいいんじゃないですかね。多分、一本一本普通に1000円とかしちゃうんじゃないですかね、これ。ちょっと、これ初めて見たんで、ね、わかんないですけど。自分、あれ、金魚しか飼ってないんで、あんまりこういう、ね、がっつりした、ね、用品は、買わなかったんですけど、ちょっと、ね、くじ引きがあって、まあ、何かしら当たればいいかなと思って引いたら、ちょっとね、日常で使えそうなものがもらえたんで、ちょっと満足してます。だいぶね、量多いんで、しばらく金魚の世話はこれでしのげますね。で、次。まあ、ね、メインは爬虫類、自分爬虫類の飼育者なんで、こういうのですね。コオロギ。黒コオロギですね。フタホシじゃなくて黒コオロギの方ですね。サイズがデカめのやつですね。で、あと、ちょっとね、昆虫食のブースな、小林昆虫さんのとこで、ずいぶん迷って買ってきたものが、タガメサイダー。これは、これすごいよね。タガメサイダー。タガメってね、なんか、ちょっとね、想像できないね。タガメ食ったことないから。まあ、これはね、個人的にすごい気になってて、今回ちょっとね、購入に、ね、踏ん切りがついて、この後ちょっと飲んでみるんで、まあその話はまた別の機会にしましょう。これは自分用のやつですね。ペットじゃなくて人間用のやつです。で、次。ちょっと次も人間用のね、やつなんですけど、これパッケージわかるかな？イナゴとか、コオロギとか、あとケラ？オケラ。皆さん知ってます？オケラ。まあ虫の、ね、乾燥したやつが入ってて、これ人間用の、ね、食用のやつです。スナック。昆虫スナック。ちょっとね、日頃、ね、爬虫類の世話してると、あいつらコオロギ食うじゃないですか。ちょっと、ね、うまそうに食ってるんで、自分も、ね、虫食べたくなって買ってきました。なんか、塩気があるらしくて、ね、味付け塩ですよって言われたんで、ちょっとこれもね、食べてみます。ちょっとね、テオちゃんがいつも、ね、こういうの食ってるんだなとも思いながら買ってきました。で、次はね、ちょっと、わかる？ちょっと見た目があれだけど、こうムカデ？ムカデをパッキングして、保存してあるやつですね。レトルトみたいな。
感じでパッキングされてる、これも小林昆虫さんで買ってきました。現地で取ったムカデをそのまま殺菌消毒してパッキングしたらしいですね。で、サバンナモニターは現地で節足動物だっけ、ムカデとかゲジゲジ的なああいうのもう結構好んで食べてるっていうんで、これちょっとねテオちゃんのお土産に買ってきました。1個800円なんでね、だいぶお高いご飯なんで、テオちゃんにねちょっと満足してもらえるのかわかんないけど買ってきました。これ後で開けてみます。あとちょっとね T シャツも買ってきました。わかるか、わかんねえか。サバンナモニターの T シャツ L サイズ、これね前々からちょっと欲しくてね、遠目からずっと見てるだけだったんですけど今日買ってきました。うん、これだけ見るとアフロ君にも見えますね。でもサバンナモニターって言われたんでね、買ってきました。でここのねお店の人がサバンナモニター前買ってて自分も好きですよってちょっとね、サバンナモニターのお話でちょっと盛り上がってね、会話が弾んで衝動買いしました。で T シャツと、あと最後にちょっと一番欲しかったものをね買ってきたんですけど、じゃん、レップパンモニターリザード、まあオートカゲの特集ですよね。あとセーブシシバのヘビ、これちょっとね発売が1000、じゃあ間違えた、2000いくつ、18年6月って、もう全然ね自分が爬虫類飼育してなかった時のバックナンバーで全然見当たらなかったんですよね。でちょっとねここのお店のとこがブース出しててバックナンバーあるかなと思ってちょっと見たらありますよって言われて、これプレミアついてるらしいですね、書籍の方は。なんか普通に通販だと8000円とかね取られるらしいんですけど、ちょっと帰ってきました。電子書籍でもね良かったんですけど、やっぱ本でね見たいんで、でかいしちょっとちっちゃい画面でね読んでも文字がちっちゃくて読めないんで書籍で買ってきました。これが欲しかったんですよね。比較的ね近年発売されたオートガケの特集なんで、これはねちょっとずっと読みたかったんですけど、ようやく手に入りました。で、後でね今回は戦利品のお話をしました。まあちょっとねアクアリウムって言ってるけど、アクア関係ここしかないね。ちょっとあんまりアクア攻められなかったね。金魚関係でちょっとねなんか用品とかあればいいかなと思ったんだけど、ちょっと見当たんなくて、結局爬虫類用品ばっかりになって、まあでも全然ね欲しいものは買えたしね、魚もね爬虫類も全然ねいろんな種類がいて楽しかったんで、またね別のイベントとかであればまた見行きたいと思います。で今回はイベントに行ってきたっていう報告でした。ちょっとね自分のチャンネルでは、ね、こういう動画珍しいかなと思うんですけど、まあね今回買ってきたこれがねてよちゃんのお土産なんで、これを別の動画で出したいと思います、食べてるとこをね、うん、あとはちょっと個人的にこの辺がねちょっと人間用の虫関係が、ね、気になってるんで、ちょっとてよちゃんにムカデをあげつつ自分もコオロギを食べようかなと思います。ということで今回は以上になります。次回もねサバンナモニターの動画とか、あとオニプレも飼育してるんで、オニプレの動画とかもね出していこうと思うんで、よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。